今話伺ってると、最初のうち分からないうちはフリーウェイトから始めるよりはむしろマシンなどを多用していった方が、それで感覚が研ぎ澄まされた上でフリーウェイトを利用するっていう。そうですね、僕はその方がおすすめですね、はい、マシンの良さっていうのはやっぱりそこにあると思いますね、まあ、今は本当にマシンがいろんなのマシンがありますから、マシンの良さをとことん、恩恵を受けて、より簡単にまずはそこの筋肉を動かす、という感覚をつかめてからフリーウェイトやるとなおさらスッとこうフリーウェイトもこういう感じでやるといいなっていうのが分かると思いますので。